もうプロジェクター欲しいけど、マジでどれがいいか。わからん。とりあえず、基本性能が備わっていて、すぐ使える、簡単なやつ、お任せください。見つけてきました。こちらのプロテクターは、Amazon で発売されている、比較的安価なプロテクターです。しかし、その性能は高く。開けていきます。二つ。まずこちらから開けます。電源コード。リモコン。HDMI 端子。取説。本体、いきます。おぉ、サイズ測ります。横19センチ、高さ11センチ。本体は片手で持てます。レンズ、プロジェクター本体の上、こちらでかい電源ボタン、背面には電源コードの差し込み口、左右に排気口がありまして、横には HDMI 端子、オーディオ、USB。外観はシンプルでスタイリッシュなデザイン、軽量で小型のため、こちらリュックに入れて持ち運びすることもできます。カラー展開はグレーとホワイト、こちらは黒めなグレーでございます。 HDMI が付いているのでプレステ5やスイッチも繋げれます。解像度はフル HD、 明るさは500ルーメン、投影サイズは40から150インチ。こちら本体 Android 内蔵、テレビスティック不要で、すぐに YouTube、Netflix、プライムビデオが見れます。このプロテクター本体だけだと操作ができないので、リモコン、こちらを使います。リモコンはボタンが大きく分かりやすく、日本語対応なので操作が簡単です。便利なワンタッチ自動設定について、本体超高感度な電動フォーカス機能を搭載。リモコンよりワンタッチ操作でシャープでクリアな映像になります。フォーカスの F、 こちらです。他にも 4P 自動台形補正、デジタルズーム機能 50から100%、 音関係について、最新のファンノイズ低減機能を搭載。ノイズは 30dB 以下で、映画やゲームであれば排気音は全然気にならないレベルです。スピーカーの音質、ステレオ、ハイファイスピーカー内蔵。数十万するスピーカーと比べると、そこまで高音質ではありませんが、映画、ゲームであれば十分です。ただ、気になる方は、Bluetooth 5.2 が対応してますので、外部スピーカーを接続することで、音質もさらにグレードアップすることができます。充電終わりましたら、この中にこちらがあります。Wi-Fi にも対応。最先端の Wi-Fi 6。スムーズで、ラグが少ない接続。また、防塵密封技術も採用。効果的に、ホコリの侵入を防ぐことができます。いかがだったでしょうか？このプロジェクターは、比較的安価ながら、タッチでフォーカス、台形補正もでき、画質、明るさ、操作性も踏まえ、コスパ抜群のプロジェクターです。ちなみにこちらレンズ丸出したのでご注意ください。ホームシアターやゲーム用途など、様々な用途に使えるプロジェクターを探している方にぜひおすすめです。興味が出た方はぜひ概要欄へゴー。